あの前半とこう立場が本当に入れ替わったような、より少しこうディフェンスとか 重たくなってきているのかなと思います。はい、ただここ左サイドに来ました、リカルド・グラッサーパス、松本雅也勝ち越し、ジュビロ磐田後半の34分、途中出場松本雅也今シーズン初ゴールです。